フィッシングプレゼンテッドバイ富士工業。おはようございます。アウトドア&フィッシングパーソナリティ世界を釣ろう代表の工藤英二です。さて今日のゲストは先週に続きましてプロフェッショナルアングラーの織本孝義さんをお迎えしています。先週はですね、織本さんの釣りとの出会い、そして今月1週目と2週目に来ていただいた、田辺則夫プロとの師弟関係の話、さらにはプロになるまでのプロセスや決意などを伺ってきました。今週は織本さんが得意としている海のルアー釣り、ソルトルアーフィッシングの魅力やプロアングラーとしてのこだわりなどいろいろと伺っていこうと思います。お楽しみに。アウトドア&フィッシング、この番組は釣り人の夢を形に富士工業がお送りします。改めまして工藤英二です。本日のゲストをご紹介します。先週に続きましてプロフェッショナルアングラーの織本孝義さんです。おはようございます。よろしくお願いします。先週の回の終わりの時に実は海のルアー釣りですね、ソルトルアーフィッシングの方でもご活躍ということで、きっかけは何だったんですかっていうところで先週終わってるんですけども、これ僕の実感なんですけど、僕も始めたのはバス釣りから入ってトラウトルアーやってっていうこと で海ってまだまだやっぱり以前はそんなに盛んじゃなかったん でただ現状周りを見ていて、こう若い方がルアーフィッシングを始めるときに、ストレートに最初から海から入ってくるっていうような方も周り見てて結構いるなっていうふうに思っていて、多分この実感間違ってないんじゃないかと思うんですけど、もちろんバス淡水のバスフィッシングだとかトラウトルアーも面白いんだけど、やっぱ海のルアーフィッシングっていうのがこれだけこう、魅力があって広がってきてっていうのは、この辺のこう要因というか、どの辺にその魅力がねあって、広がってんのかなっていうところを織本さんなりにちょっとこう分かりやすく解説いただけると面白いかなと、非常に海が身近なこの日本の沿岸の中で、本当北海道から沖縄まで、そのルアーで狙える対象魚の数って言ったら、本当に多いわけですね。だから皆さんがちょっと出かけようっていう中に、ちょっと投げてみたルアーに思わぬ大物がかかると。しかもそれが、なかなかスーパーでは売ってないような高級魚だったりするわけですよ。なるほど、やっぱりその辺が非常に手軽だし、今までだとなんかこう餌を準備したりとか、いろいろこう準備を、事前準備っていうのも釣りの中で重要な部分だったんですけど、ルアーだともう結んどけばその場に行って、そうですよね、で、ちょっと釣れないなと思えば車にしまってすぐ移動みたいな、こう非常に今の釣りの中で非常にこうレスポンスがいいというかね、そんな丸一日頑張るっていうんじゃなく、釣れそうだなってい こうところでちょっと試せる、でそこで思わぬ大物が釣れるっていうような手軽さだったり、エントリーしやすさだったりっていうところがね、やっぱりこのルアーフィッシングの海の釣りの中で大きく流行してる要因だと思います。そうですね、多分静岡も広いので、海の近くに住んでる方ばかりではないんですが、とはいえ身近に海があるっていう、こう環境の方も多いので、結構身近でなんていうかこう入りやすいかもしれないですよね。そうですね、基本はそういった道具って、竿とリールと糸とルアー、もう基本的にこれでも釣りがスタート。そうですよね、どのジャンルの釣りでもですね、基本とするならば、そこがやっぱりいいと思うんですね。今までだと浮きつけて重りつけて、こう針までの重りから、長さはどのぐらいでとか、そうですよね、細かなその仕掛け、それも一つの釣りの奥行きがあって楽しい部分でもあるんですけども、
非常にこうゲームフィッシングと呼ばれるようになってから、うん、そういった手軽に、うん、まあ、やれるっていうことが、そうそう、まあ、大きなメリットだと思います。確かにその餌釣りの場合はそれはそれで奥深いし、はい、で対象となる魚に対しての仕掛けっていうのは非常に多様になるから、あれがもう好きでたまらない方もいらっしゃると思うんだけど、はい、全く釣りしてなくって、はい、そのまずやってみようって時に割とシステムがシンプルですよね。シンプルです。そこがすごくやっぱりルアーのいいとこかもしれないですよね、うん、はい、ちょっと専門的になっちゃうかもしれないんですけど、まあ、海のその ルアーフィッシング、ソルトルアーフィッシングと呼ばれてますが、これ釣りの世界では織本さんはそのソルトルアーの世界では どんな こだわりを持って、その釣りというゲームもそうだし、あるいは、商品開発もそうだし、織本さんのプロとしてのその海のルアーへの こだわり方というか、はい、その辺をちょっと伺うと面白いかなと思ってますね、はい、まずですね、バスフィッシングが長かった自分にとっては、うんうんうん、そのアメリカの釣りが日本に やってきたと。だから全て主導権というかですねはい、はい、その見習うべきはアメリカだった。うん、確かにね。でまたそれがかっこよくて、うんうん、すごく新鮮で魅力的だった、うんうんうん、ただソルトウォーターに関して言えば、うん、今やその日本のソルトウォーター、うん、要は海のルアーフィッシングって、うん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 、世界が注目しているのは日本なんですよ。あ、そういうことなんですね。はい、はあ、先駆者になれるわけですね。そうです。アメリカの後追いじゃなくて、はあ、でそれはもちろんそのジャンルで その釣りの仕方だったり、うん、あとはその今やっぱり道具ですよね、うん、日本の精神的なそのタックル、うん、道具ですね、うん、釣り道具っていうのはもう世界に注目を浴びて、そうですよね、うん、で世界がこぞって日本の釣り道具を、うん、まあ使ってると、うん、いうような世界観の中で、やっぱりソルトウォーターっていうのは、うん、日本人が発信してる世界へ向けた、はいはい、情報ってものすごく多いと思いますね。そこがやっぱり今のこのソルトウォーターの海のルアーフィッシングが自分にとっては非常に魅力的な、うん、だ今はオーストラリアだったり、うん、まあ、欧州、はい、ヨーロッパ全般のそのルアーの方の企画も自分はやってるんで。ああ、そうなんですね、はい、それはなんか夢があるというか。そうですね、その日本国内だけではなくて、はい、やっぱりそのオーストラリアのアングラー、うん、釣り人たちが好むそういう商品を日本人が作ると非常にこう成功に作るわけですよ細かくそこがね、はい、強いですよね、さすがにね、はい、やっぱ日本人の、うんうん、そのやっぱりアイデンティティの中に、はいはい、まあ、非常にクオリティ品質、うんうん、釣るための品質っていうのは何なのかっていうところの、うんうん、まあ、追求した結果、うん、まあ、それが世界に認められてるっていうところに、うん、はいはいはい、まあ、大きな可能性と、あとやっぱり日本のそういったルアーフィッシング、海のルアフィッシングが、うんうんうん、まあ、世界をリードしてるっていう現状が、ね、はいはい、まあ、非常に自分にとってはプロとしてやりがいがあるなっていうところです、ね、うん、いいですよね。だからそのやっぱりその20代、ね、先週出たお話ですけど、20代後半にバスはバスでこうある程度こう土台を作るためにやりきったっていう後に、はい、海のルアフィッシングにこう目を向けてったっていうのが、まあ、そのいろいろなことの追い風も多分重なってると思いますけど、はい、そうやって実りのあるこうね、日本が世界に発信するっていう一つのこう、まあ、釣りの一つの文化にこうなっていくっていうかね、ああいうところにもそこまで進化してるっていうのがすごく多分釣りをされてない方もそういうことなのと、ああいうので思ってると思うんですけども、ね、はい、あとそういう日本人のその海のソルトウォーターの技術、うん、釣りの技術っていうのはやっぱり世界で通用するなって感じたのは、AFC っていうですね、うん、もう番組、釣り番組なんだけど対決番組みたいな、はい、オーストラリアフィッシングチャンピオンシップっていう番組に、はいはい、私たまたまそのオーストラリア人 その知り合いに出てみないかって言われて、で出て、それで2連勝したんですけども、うん、その時にやっぱり
向こうオーストラリアでクロダイをルアーで釣るトーナメントだったんですけど、だ日本のそのクロダイの釣りだったりこうやったら釣れるんじゃないかっていうのがまあドンピシャでハマって、まあ、向こうにはないその釣り方で釣って、まあ、非常にあのいい結果を出した時に、まあこれはまだまだ掘り起こしてったら、可能性はあるだと。そうですね、やっぱり釣り方も日本人がこう伝えた釣り方っていうのが非常にあの今大きいですよね。それが多分現地で例えば海外のその現地で違う方法で釣ってたんだけど多分日本から持ち込んでった新しいルアーのシステムでもっと釣れるようになるとか、はい、あるいは今まで釣れてなかった魚がルアーで釣れるようになることもあるかもしれないですよね。そうですね、もう本当顕著にそういったことが、まあ、いろいろ起こってまして、はいはいはい、だ日本で分かりやすい例で言うと例えばタイラバとか、タイをね静岡なんかでも、こうタイラバで、まあ、初心者の方でも大きなタイが釣れる、釣り方で、この数年ブームになってるブームになってる、これがなんと地中海では今タイラバブームみたいな、あそうなんですか、はい、もう数年前までタイラバの他の字もなかったんですけど、今もう地中海のもうフランスでもイタリアでも皆さんこうタイラバでタイを釣ると、ちょっとあのタイラバってあの釣り好きの方結構知ってる言葉なんですよ。あれ独特なルアーなんですか、やっぱりタイラバっていうのは古くから伝わる日本の漁具なんです。あそうなんですね、もともとあったわけですね、はい、で古い漁具で昔はその重りに針が出てまして、その針にいろいろなこのビニールを例えば買い物袋のあの白い、あのビニールをこう、ひらひらとつけてと、それで鯛を釣るっていうもともと九州とかで行われた漁法なんですよね。それが原点なんですね、はい、それがその今の釣り人 の, その使いやすい形に、まあ、今の最新の素材と技術 で, そうです、ね、そのあの見た目も含めて変わったタイラバが、はい、あの割と初心者でもこう入りやすくて、そうです、あのそれなりのサイズのタイが釣れるっていうんで、はい、あのブームになってるってことですね。日本の漁師さんが考え出したその漁法が今やそのゲームフィッシングとして世界に、例えばイカを釣るエギ、はいはいはい、あれも漁具ですよね。 あれはね僕もさすがに知ってるんですけど、でそれは 今やもう、あの世界でイカを釣るために非常にポピュラーに使う、日本の伝統漁法から最新の技術素材で生まれ変わったルアーのタイラバエギングが世界に発信してると。そうです、は面白いですね。瀬戸内海から地中海へって見たそんな感じです。あそういうことなんですね、はいはい、そういうのがもう本当に日常起こってるっていうような感じです、ね、なるほど。なんか2回目だんだん後半になってきたんですけど、質問として大きすぎると思うんですけど、ま、あの、ま、釣りをしてない方も聞いてるので、でもどっかで機会があったら釣りやってみたいなっていう方も結構いると思うんですよ、はいはい、それで織本さんの場合は釣り一本の人生ですって言えたんで、かなりディープなのかもしれないんですけど、こう釣りってこういうふうに面白いから やると面白いよっていうところは、まあ、いわば簡単に言っちゃうと釣りの魅力ですけど、織本さんはどういうふうに捉えて、例えば釣りの初心者だったりこれからやりたい人にこうお話をされてるのかなというところなんですけど。そうですね、自分はその釣りのプロとしてやってるんで、まあ、そのアマチュアの方と、プロの釣り師と、どこに差が出るかっていうところが、まあ、非常にこうプロとしてやってる以上重要なとこなんですけど、はい、これ残念ながら、今日初めてですっていう人にコテンパンにされる時がこれ残念ながら、釣りってね、あるんですよ。例えば何十回か行ったら平均したら絶対プロの方が成果出してますけど、はい、今日この日って、なんでっていう時があるんですよ、はい、でそれがこうやっぱ釣りの僕は魅力でもあるのかなと思うんですね、例えばその、他のプロスポーツが昨日始めましたっていう人に負けることってないですもんね、ないじゃないですか、ほぼ、だけど釣りっていうのはこう自然の状況だったり、ね、あらゆるその自分はこれだと思っても、本当にこう、想定外の、 経験を毎回と言っていいほど、
経験させられるんで、自分はもうとにかく謙虚にこう釣りと向かい合うっていうのプロとしてのこう意識がね、おごり高ぶらずやっぱ自然相手なので常に謙虚に、謙虚です、うん、もう本当にこの人すごく初めてっぽい、ね、初心者の方なんだけど釣れてるって言ったら、うん、その人の釣りをやっぱり謙虚に学ばして、うん、その時の一番の正解ってあることは間違いないんで、だからやっぱり自然の状況に対して謙虚にこう自分がこう柔軟に対応していくっていうことも含めて、うん、隣の釣り人が自分よりも大きいのを釣ったり数釣ってたり、うん、何が自分が足りなくてこの人が今の状況にマッチしてるんだろうっていうのを、まあ、謙虚に学ぶっていうことが、まあ、僕何でもそうだと思うんですけども、はいはいはい、やっぱりそこから何かこうまた自分なりの引き出し、ね、はいはい、経験値っていうのが初めて積み上がると思うん で、これが俺はプロだからなんて言って目を向けないとやっぱり釣りってね、うん、これ成立しないんですよ、うん、だ常にその釣り場、ね、やっぱり自然環境、季節もうすべての条件がこう変化していく中で、うん、やっぱり謙虚にこう物事を何でも捉えるっていうのは非常に重要だと、うんうん、ね、あとですね、あのアマチュアとプロの大きなここ違いなんですけど、プロは、あの釣れるまで帰りません。アマチュアは諦めが早い。釣れる前に帰るから釣れないんですよ。あ、なんか成功するまでやるから成功するんだみたいな。そう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 、あのこれね、だから午前中で釣れなきゃ、うん、あの夕方までやるんですよ。で夕方までやって釣れなかったら夜までやるんですよ。あ、で釣れたら今日は釣れたってなるわけじゃないですか。なるほどね、釣れる前に帰るから釣れないんですよ。なるいい話だな。あのちょっとね、僕ねアマチュアなんでね、ちょっと胸にぐさっと今きましたね。でアマチュアほど諦めるの早いけど、うんうんうん、プロほどしがみつきますよ、わずかな可能性に。あ、なるほどね、うん、でもねやっぱりこうよく驚かれるんですけど、うん、12時間ぐらいこう釣りの釣り番組のロケで釣れない時なんてザラにあるんですよ。それも大変なお仕事ですよね。本当に大変なんです。やっぱり仕事じゃなくてよかったかなみたいな。本当に1時間で終わる時もあればですよね。まさにそこが自然相手だから。う、うん、だけどその12時間目に来た1匹が、うんうん、こう最高の感動とエンディングを、ね、うん、感動を自分の中のこう、うん、得たそのまあ、11時間ぐらい釣れない中で最後の12時間で釣れた時のそのやっぱり何も代え難いこう喜びっていうのはやっぱ釣りにはあるんで、皆さんは釣れる前に帰る、諦める、だから差が出るっていう、ただそれだけです。割と自分でもしつこい方ではあると思ってるんですけど、12時間はできないかな。確かに朝やってダメだってたら夕方もう1回ぐらいあるんですけどね、でもそういう気持ちがあれば、うん、必ずあの結果はついてくると思うんですよ。そうですね、うんうん、皆さんやっぱり中途半端にやって、うん、やっぱり諦めちゃうから、うん、そうするとつまんないですよね。はい、うん、そのなんかね悪循環が生まれちゃうんですよ。ですよね。だからもう今日は釣れるまで帰らないっていう日をたまに作ってはいかがでしょうかと、はい、これが釣りをやってみようという方にプラスに働いてるのか。うん、ちょっとそこまで俺できない。修行みたいになっちゃいますからね。なっちゃいけないんですけど、はい、まあ、まずは楽しくね入っていただければと思いますけど ね、 そうですね。その特に経験上海の方が、まあ、これもケースバイケースなんですけど、入るときはそのバスとかトラウトよりもあの釣れる可能性が高いこともありますよね。まあ、いろんな魚が釣れる、うん、まあ、うん、例えば今日のメインはアジだって言っても、うんうん、それ以外の魚がね、うん、イワシも釣れる対象が広いですもんね。そうですね、はい、だから何でもそのね、うん、竿に当たりが出て一匹を手にするっていうプロセスは、うん、まあ、一緒だと思うんで。そうですよね、はい、あのじゃあ僕も釣れるまで帰らない釣りをちょっとこの秋は、はいはい、目指してみようかな。いやだから今の質問はこうプロと、ね、アマチュアの違いって何なのって言った時に、そうですよね、いや諦めないだけですよ、うん、そうですね、決してその全てうまく魚の気持ちが分かって、うん、いつもうまくいってるとは限らない、うん、だけどうまくいかない時も粘り強くその日の正解を突き詰める、なるほど、っていうことです。
プロの道を極める方の面白い熱い話をいろいろと伺えてありがとうございました。もう本当いろいろ話が面白くてですね、尽きないんですけど、今週もそろそろお時間と、はい、いうことで、本日はプロフェッショナルアングラーの織本隆義さんに来ていただきました。2週にわたりありがとうございました。ありがとうございました。ここでリスナープレゼントのお知らせです。アウトドア&フィッシングや富士工業のロゴのオリジナルステッカーシートと富士タックルプラスノートをセットで毎週3名様にプレゼントいたします。 K-MIX 公式サイトの番組表にあるアウトドア&フィッシングのメッセージフォームから住所、氏名、電話番号を明記の上、オリジナルのステッカーシートとノート希望と書いて送ってください。その時にですね、番組の感想なども書いていただけると嬉しいです。皆様からのご応募お待ちしております。さて来週もアウトドアや釣りの楽しみを皆さんと共有したいと思います。それではまた来週、パーソナリティは工藤英二でした。アウトドア&フィッシング、この番組は釣り人の夢を形に、富士工業がお送りしました。